竹次郎氷川、アメリカ陸軍情報部の言語学兵。ハワイ移民2世でアメリカ合衆国ハワイ州ワイパフ出身。両親は沖縄県からハワイへ移民した日本人夫婦。生まれはハワイだが2歳から少年期までを両親の出身地である沖縄本島の旧中城村島袋で過ごした。日中戦争開戦後に義勇兵の募集が開始されると、 これに強く反発。1936年にハワイへ戻り、オアフ島ホノルルの姉夫婦のもとに身を寄せた。しかし、真珠湾攻撃後、アメリカ軍でもハワイの日系二世兵募集が開始され、日系人への風当たりが強かったこともあり、苦悩の末に兵に志願。MIS の語学兵として、日本軍の資料の翻訳、捕虜の尋問に当たった。 太平洋戦争末期の沖縄戦では沖縄育ちの上に日本語にも強いことから情報部隊の一員として同行を命じられ沖縄の情報をアメリカ軍に提供する任務を負ったこうして日嘉は生まれ育った国をそれも沖縄を敵に回さざるを得なくなった沖縄上陸後は島内の豪を回り豪に避難している県民たちに沖縄方言で投降を飛びかけ 県民たちの命を救った。尋問を命じられた捕虜たちの中には、小学校時代の恩師や同級生たちの姿もあった。同年のアメリカ合衆国による沖縄統治まで沖縄に滞在したが、その間、沖縄方言をはじめとする言葉のみを自分の武器と信じ、県民たちに対して決して銃を放つことはなく、投降を呼びかけ続けた。日がたちの こうした活躍は決して全ての沖縄県民を救ったわけではなく、彼らの言葉を信じずに命を落とした県民も多く、戦火の犠牲となった県民は10万人以上にも上ると見られている。とはいえ、MIS の日系兵の存在がなければ、犠牲者の数はそれ以上と見られていることも確かである。しかしながら、MIS の存在は、情報工作などの性格上から極秘扱いされ、 1970年代まで明るみに出ることはなかった。終戦後は帰米し、1964年に除退。ハーイ大学を経て、大学を経て、内国際に庁に勤務した後、1990年以降は、ホノルルで引退生活に入った。1995年、沖縄慰霊祭のために起用き、かつて彼の呼びかけで登校した女性と再会し、 ようやく命を助けてくれたと思えるようになった、おかげさまで私は、生まれましたとの言葉を受け取った。2006年には、日系二世兵たちに対し、沖縄県民を救出したとの感謝醸造定式が、ハワイ沖縄センターで行われ、沖縄知事の稲峰恵一から感謝状を手渡された。2010年には、NNN 系列のドキュメンタリー深夜、番組、 NNN ドキュメントで暇を取り上げた、イジティメン総理故郷へ進軍した日系米兵が、全日本テレビ番組制作者連盟の第28回 ATP 賞、テレビグランプリで、新人賞を受賞した。その後も何度も、来中しており、2011年には、ギノワン市の民間教育施設、アメラジアンスクールイン沖縄で、戦争体験を語る、課外授業を開催。 2013年には、沖縄県平和記念資料館での沖縄戦、シンポジウム参加のために駆中し、母校の北中城村立北中城小学校、早原町の沖縄県立、平木国高等学校など、島内各地で平和への思いを語っていた。ハワイ時間2017年10月7日、ホノルル市内の病院で、急性肺炎のため死去。94歳没。 ありがとうございます。